はい、皆さんこんにちは。今日はね、EV ヒーローズ5パックと仰天ボルテッカ5パック見つけちゃったんでね、こちらをね、開封していきたいと思います。あ、なんか面白い。製造番号一緒なのに、こっちね、なんか違う番号はね、一緒なんですよ。ただね、こっち半分しか写ってない。2189171ですね。面白いね、製造番号。なんで同じパックなの違うの？お、これは一緒だね。なんかこれだけ違う。どういうことなんだろう。え、なんかめっちゃ面白い。ほら、これも一緒だし、あ、これもちゃんと書いてある製造番号ね。ちゃんとね、製造番号全部一緒なのに、なぜかね、この1パックだけ番号はね、一緒なんですよ。なのにずれてる。仰天ボルテッカもね、見てみましょう。印刷ずれって起きてんの？起きてないね。あれ、2218、あ、一緒。全部製造番号一緒だね、これも。仰天ボルテッカーの方は製造番号一緒だし、印刷ずれもないですね。それではね、開けていきましょう。このパックだけね、印刷ずれ起きてます。いや、ちょっと製造番号一緒なんだけどね。見ていきます。1パック目、鬼しずくも、フラベッペ、マリル、リボンバッジ、フラエッテだね。それじゃあ2パック目どうしてだろう。ベロバ、クルマユ、スナバ、マッシャドウ、エレメンタルバッジ。じゃあ3パック目ゾロア、ニャース、イエスさん、シビルドン、ドリームボール。それでは4パック目、何も出ないね。シビビール、マリルリ、ヤンチャム、月と太陽のバッジ、ガルーラ。何も出てないね。 V も何も。じゃあこのパックに期待してみましょう。なんか出てきたらやばいよね。なんか、あ、でもなんか入ってる。じゃあ見ていきます。ミズゴロウ、ゴロンダ、ドーブル、ビーフィア。 V関係なかったね。ただの V が入ってただけでした。残念。なんだ、ちょっと期待したんだけどね。それじゃあ次、仰天ボルテッカの方開けていきましょう。印刷ずれあんま関係なかったみたいだね。人影、ドゴーム、ヤブクロン、カマスジョー、ドロンロトム。2パック目、フェルコ、ワンリキ、ツチニン、サンダース、ブースター。じゃあ3パック目、マグカルゴ、サシカマス、チリンと、ヒヒダルマの VMAX、 トリプルレアですね。そしてナットレイ。じゃあ4パック目、何も出ねえな、本当に。ドロバンコ、タネボ、ヨマワル、ジュラルドン、そしてテッカニンですね。それじゃあ5パック目、なんか来てほしい。あ、入ってる。これ仰天ボルテッカの方から SR 出てきましたね。何の SR か見ていきましょう。タタッコ、マグマック、グライナ、ネギか、カモネギじゃないか。ネギがないと V、 SR 出てきました。そしてリーグスタッフですね。今回ね、 EV ヒーローズの製造番号がね、1パックだけずれてたんでね、気になって開けてみたんだけど、結果ね、あんまり関係ありませんでした。リーフィアの V が出てきただけでした。いやー、やっぱりね、印刷ずれとかあんまり関係ないみたいだね。
皆さんもね、EV ヒーローズ仰天ボルテックはね、再販されてますんで、ぜひね、気になった人はチェックしてみてください。それでは皆さんもまた見てくださいね。バイバーイ。